ブンブン、ハロー YouTube、どうもマサルです。今回は、ここ最近というのは、だいたい2、3ヶ月ぐらい前から、マサルが現在、Mac を使う上で困っているポイントについてご紹介したいと思います。もしかしたら、マサルと同じような問題抱えている方もいるかと思いますので、ぜひ参考にしていただければと思います。そしてその問題は、現在マサルが使っています MacBook Pro Apple Silicon を搭載したモデルで発生しています。問題の内容としましては、こういった Mac をスリープした場合というのは、自分でスリープした場合もそうですが、勝手に自動的にスリープした場合も含まれます。その場合、復帰しようとした際に普通に復帰するのではなく、強制的に再起動がかかってしまうという問題です。どうもこういった問題はマサルだけではなく、割と多くの方で起きているようで、最新の MacOS にアップデートしてもこの問題が発生し続けるということが明らかになっています。実はもうマサルもすでに最新バージョンにアップデートしているんですが、やはりそれでもこの問題起きてしまいますので、そもそもこの問題はアップデートでは解決できていないということがわかります。さらにこの問題が発生する場合、共通点としてどういったことが挙げられるかと言いますと、多くの場合、ドッキングステーションを使用しているという場合にこういった問題が発生するようです。ドッキングステーションと言いますと、有名なのはアンカーの製品で、マサルが使っているのも3万円程度で購入したアンカーのドッキングステーションを現在使用しています。割とアンカーの製品は信頼性も高く、これまでは快適に使えていたんですが、どうもこの2、3ヶ月の間、そういった問題が発生しており、そしてアンカーの製品だけを使っている方が今回の問題発生しているわけではなく、その他のメーカー、様々なメーカーからドッキングステーションが販売されてますが、そういったものを使っている方でも、やはり同じように何らかのトラブルが出ているということですので、おそらく今回の問題、MacOS 側の問題と思われます。通常ですと、こういった問題が発生した場合は、OS のバージョンアップで何とかなるんですが、現在公開されています最新版の MacOS モントレリーにアップデートしても、この問題解決しないことから、まだしばらくは、次、あるいは次の次ぐらいのアップデートを待たなければ、この問題が解決することはないように思います。いずれにしろ OS の問題で、その MacBook Pro 自体には問題はありませんので、こういった問題が起きたからといって、もうすぐに修理に出さなければいけないというわけではなさそうですが、スリープはそもそも頻繁に使う機能ですので、スリープをするためにフリーズしてしまうというか、強制的に再起動がかかってしまうとなりますと、かなり不便ですので、できれば早く直してほしいかと思います。ということで、今回はマスルと同様に、最新の MacBook Pro を使っている方で、スリープしたら動作がおかしくなってしまう、強制的に再起動してしまうという問題、そういった問題を抱えている方いるかと思いますので、OS のアップデートを待たなければいけないという話をご紹介しました。なお、共通点としましては、ドッキングステーションを使っている場合発生しますので、もうドッキングステーション必要ない場合は、もう使わずに直接 USB-C ポートにケーブルを接続したり、そういうふうな使い分けをすると今回の問題回避することも可能かと思いますので、どうしてもスリープから復帰時強制的に再起動をかけたくないという場合は、もう割り切ってドッキングステーションを外して使うというのもいいかと思います。なお、これだけですと動画として少し物足りないかと思いますので、今回は間もなく開催日が近づいています、アップルの春の大きなイベント、WWDC。そちらで発表予定の製品として、Mac シリーズもありますので、その辺につきましても今回はご紹介しておきたいと思います。現在の Mac のラインナップとしましては、一番最近登場しました Mac Studio。M1 チップの中でも最も高性能な M1 Ultra なども搭載可能なデスクトップ用の Mac になります。
その他、こちらはもう昨年段階で発売がスタートしていますが、MacBook Pro。まあ、それも約60万円を払って MacBook Pro 16インチモデルを購入しましたが、こちらも比較的新しい製品です。その他、MacBook Air だったり、13インチの MacBook Pro。これら、初代の M1 チップを搭載したモデル。これらもまだ現行機種として販売されています。あとは、それ以外にも、デスクトップの Mac Mini。こういったものもまだ販売されていますし、一体型の PC として人気の高い iMac。こっちも昨年、カラーラインナップがとても多い、このカラフルなモデルとして登場しました。では、今回噂されています新しい Mac、WWDC で発表されるかもしれない新しい Mac とは何なのかということですが、今最も有力視されていますのが、Mac シリーズの中でもダントツで人気の高い MacBook Air。この新型モデルがついに登場するのではと言われています。もう最近では MacBook Air シリーズも MacBook Pro などとあまりサイズの違い、厚みの違いというのがなくなってきて、MacBook Air シリーズ自体廃止されるのではという説も何度も言われていましたが、それでも今回のイベントで新しいモデルが発表されると言われています。最大の特徴は2つあります。まず1つは現行モデルに搭載されています M1 チップが、次の世代 M2 チップに変わるのではと言われています。この Apple Silicon の世代はだいたい1年半おき、それで世代を交代していくというふうに言われてもいますので、そう考えるともう早く次の世代が出ていないとおかしいタイミングでもありますので、今回 M2 チップが登場するというのも納得できる噂と言います。あとはもうこの数年変化のないデザイン、 MacBook Air といえばこのデザインという前面に向かって細くなっていき、そしてアルミボディというこのデザインが刷新されると言われています。ただ形状が大きく変わるというわけではなく、大きなポイントとしてはカラーラインナップがホワイトっぽいラインナップになったり、あとはカラフルなラインナップになると言われています。特に人気機種だけありますので、カラフルなラインナップを増やしてもそれなりに売れますので、特にコストがかかるということもなく、この辺もまあ納得できそうな噂です。ですので、ね、イメージとしてはこの iMac のような感じでとてもカラフルなモデルになって、どちらかと言いますとこれまでのモデルは男性向けのようなデザイン、シンプルなデザインが多かったですが、カラフルモデルも展開することによって女性なども取り組みやすいのではないかと思います。スペック的には M2 チップに変わったということで、現行モデルよりも当然処理性能はアップしていますが、さすがに現在の MacBook Pro の新型モデル、14インチだったり16インチの MacBook Pro、これらに搭載しています M1 Max など、そういったハイエンド寄りの M1 チップと比べますと処理性能は劣るものと思います。そもそも MacBook Air はモバイル用で使うことが多いモデルで、あまり消費電力を上げてしまいますと、それだけバッテリーの持ちが悪くなってしまうことを考えますと、M2 チップになり、処理性能は上がるものの、ハイエンドの MacBook Pro などと比べても処理性能は少し落ちるかと思います。ですので、引き続き動画編集などをされる方、そういう方は、今回発表と言われています MacBook Air の新型モデル、そちらのモデルを購入するよりは、やはりこれまで通り MacBook Pro の上位機種、16インチだったり14インチで CPU が M1 Max のモデルなど、そういったモデルを購入した方が良さそうです。いずれにしろまもなく WWDC が開催され、その場で Apple の新しい OS の方向性だったり、具体的な新製品も MacBook Air 以外に発表されるものと思いますので、またこちらはこちらで新情報がありましたら改めて別の動画でご紹介したいと思います。
また今回前半でご紹介しました MacBook Pro で現在起きています不具合の情報、修正されるバージョンが公開されたりしましても、そちらもまた分かり次第別の動画でご紹介したいと思います。その辺の最新情報が気になる方はグッドボタン、それからチャンネル登録の方もよろしくお願いします。